こつけたらボロクソに言ったんで。ハハ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 お客さんといつもアホばっかり言ってる。それがいいと思いますね。みんなお母さんのことが好きで。いやぁ、気を合わせてもこれがやけいかな。それでもできますね。お店はどのくらいやられてるんですか？63よね。63よね、うん、私で3代目。3代目、うん、うちの姉の義理のお姉さんが最初やってはって、ほんでうちの姉がついで、で私あれなくなったからね、うん、しんどい仕事ですわ。大変ですよね、なんか仕込みが大変ですね。仕込みが大変です、うん、エビからみんな儲かるんですよ。ああ、そういうことか。儲かるの店なんで食べなかった。ありがとうありがとう、ご苦労さん。俺らテラスもできるからな、これ。テラスもガッツリもあるから。なんかその鉄板開くだよか。違う違う、俺、昔でも人を一回紹介してもらうな。もうでも結構来るの。お母ちゃんらも作ってきてや、人間は娘さんのお弁当と息子、息子さんのお弁当、離乳食から全部すごい。珍しいな。俺やわ、お父さんがやってるんですね。家で、家で。あれどう深いな、私騙した。へーすごい。絶対孫いわゆるこれ。そうやな。お父さんいくつな？俺62。まだ若いわな。女欲しいわな。女欲しい言い方。スーパーいたら同じ別々ですから。アホ。でも、おばちゃん見たけど、朝6時に入ってるんやろ、ここ。そうそう、まあ、朝6時からやってるんですか。いや、6時に仕込み線なんからね。5時に起きて、自分らの朝の食事の用意して。絶対高いだ、これが分かってくれるやろ。6時、すごい。6時に店入って、今日14日なんかもうめちゃくちゃ忙しかったからな。そうなんだ。うわ、これ薪屋。薪屋だから。薪屋って非常に高温。焦げるのがあるから、まあ、多分ママは高温と、家庭用のとこ分かってあるから。全部が全部高温やんかね。はい。焦げちゃうから。おー。焼いたらやっぱりちゃうとこ。約束の通り。できたやつもらおう。もらえる。そこはやんなくて。
中あの焼くときはもう多いめに入れといたらいいし、そんなに大変じゃないけど、あとの始末がね、中の灰の掃除とか煙突掃除とか、掃除は今まであのずっとしてたんやけど大変ですよね。うん、そやけど息子の友達がちょうどこういう仕事をしてるから、毎回来てくれんね、掃除して無料で、ごめんなさい、甘い、ごめんね。はい、今日はお姉ちゃんは、お姉ちゃん今日何番や、ほんまあのちびもんから、あもう電話一本で持ってきてくれる、でも全然いいよ、ここ300メーターに、はあ、うん、いや、もうこれで分かったわな、分かった、もうさやか、あのお兄さん柿やな、どうだ、うん、もうさっき焼いとこうかな、言ってな、ここまでが食べるのがいいな、うん、頑張れ、ナッツは絶対に食われる、ナッツは良さ、でも美味しいね、これナッツおでんも、なあな、すいません、氷もあるか、水とか、
なんで今日仕事違う。休みや。お父さん手を似てきたな。いいや、お父さん男前で。でどうかしらそんなん給料前関係ないやろ思うけど関係あるで。
もう、私はすぐ開くから。ああ、私ね。あんまりいけない。でも、お母さんに出てきたやつを、彼女と行くんやろ。何が不意や。そうですね。やっぱり美味しい、みんな、うん、行くとこ、みんな美味しい、幸せにしてて、うん、そうなんばっかり。まずいとこもあるやろ。はい、もう別に行くレベルじゃないかな。もう一つやないよとこもあるやろ。いや、テレビの人言ったもん。言った、うん、映してる反面な、うん、やっぱりまずいとこ、まずい言って大したことないよとこもあります。それも失礼ですね。全然ある。私何でも聞くからさ。美味しい、美味しい。こんなんしてあの全部が全部美味しいんですか。いやー、言っとったもん。そうそう、それもあるわね。好みありますもんね。お手やねから。いっぱいあるんですよ。クリスマスプレゼントも買ってあげたり。もう、あの、あれやで、お年玉もやらなあかんやで。なんぼほどやったの。神戸の人とか知らないと思う。アップルって言うの。うん、アップルちゃうか、アップルの味せえへんけど、アップル甘いよ。まあ、甘いですね。うん、お好みと合うねって。はい、まあ、パイナップルのような飲むのは不思議な味ですね。不思議な味。リンゴではないですね。そうやけど、これは昔からあるの。アホな店やからごめんな。お客さんといつもアホばっかり言って。あ、それがいいと思いますね。みんなお母さんのことが好きで。いや、黙って食べとったって美味しないよね。まあまあ、そうですね。火加減が難しかったりしないんですか。火が強すぎたりとか。もう適当や。いや、もう慣れてる。もう慣れやね。もうね、あのあれがなく、気がなくなってきたらやっぱり焼肉なるから、その都度放り込んでる。ああ、もう
見た感じでわかるんですか、だんだん火が弱くなってお好みの焼け具合があれやからね。お蕎麦なんかやったらそうやから、緩かったらジューンって音せんしない。お客さんとしては地元の人が多いんですか？いや、うち土曜、日曜日はね、倉庫から来てくれます。お一人で焼いてるから結構ブリッジは大変なんじゃないですか。いや、ほんでもお客さんになってくれはるし、ほんでテイクアウトが割とあるからね、土日は。ほんだら何分ぐらいに焼けるって言ったら何分何分言うて、ほんだらその時間になったら取りに来てくれはるから。じゃあ、まあ、結構大体もう数が決まってるんで、そうそうそう、ほんで、あの、あれはね、もし焼けてなかったら待ってくれてるから。はい、どっちも好きで、はい、どっちがね、どっちが、うん、はい、どっちが、はい、どっちもね、はい、ダメダメや、ここ座ったよ。何してんの？見てみない、ね。